こんにちは、東京ガールです。皆さんお元気ですか？東京ガール、ヨーロッパのオランダに移住してなんと2年が経ちました。オランダに移住すると決めた時、とりあえず2年は頑張るぞと決めたんですね。というのも、私の今滞在しているビザ、個人事業主ビザというんですが、このビザ最初2年までしかもらえず、2年経った時に延長しないといけないんです。そうで、とうとうその時が来ちゃったんです。このビザの延長に関して条件があります。それは大きく2つ。事業の資本金として銀行に4500ユーロがキープできていたか、現在していること、オランダでビジネスアクティビティをしていたか、この2つです。そして東京ガール、この2つの条件見事にクリアしてなかったんです。4500ユーロは過去2年間で何回か下回ったことがあり、ビジネスもほとんどの収入がオランダ国内からの仕事で、オランダで特に事業ができてなかったんです。はい、チーン、終わったと思ってここ数ヶ月うつうつしておりました。一応ビザの延長はしているんですが、結果は現在神のみぞ知る、あとは移民局の担当の方のみぞ知るという状況です。無事通ることを毎日祈ってます。でもオランダのこの個人事業主ビザ、すごいところはこの2つの条件以外ないってことなんですね。とりあえず頑張って4500ユーロを銀行にキープすること、ビジネスをすること、極端に言うと利益が出てなくても売上がマイナスでも OK っていうことなんですね。すごいですよね。ビザの結果が出ましたら、また動画でお知らせできればと思います。ビザの話はさておき、2年間の東京ガールのオランダでの生き様みたいのを話していこうと思います。2年住んでオランダで幸せにやっているのってところ。幸せ、ちょっと大きく出すぎましたね。でもここ2年ってどこの国にいても結構大変でしたよね。まずコロナで、コロナが終わったら戦争、紛争が始まって、円安、エネルギー問題、インフレ、これでもかって攻撃多かったですよね。そうなので、正直言うと最初の1年のレビューした動画よりもムードは暗めですかね。オランダに来て1年目ぐらいの時はまだハネムーン時期で、オランダ最高とか言っていた気がします。で、2年目はビザの更新問題もあるので、なんかもっと現実にぶつかっているような気がします。1年目はまだよくわからない勢いみたいなものがあって、あれもこれも挑戦する気が満々だったんですけど、その勢いが2年目で減速してしまうというか、減速している場合では全然ないんですけどね。私のように手に職がない場合、きついなぁと思いました。2年振り返ってみて思い出に残っていることは、オランダでビジネスをしなきゃと焦ってフェスティバルに出店して卵を売ってみました。これはめっちゃ大変でした。何が一番大変だったかっていうと、100個のゆで卵を運ばなきゃいけなくて、私は重たい荷物を持つのがこの世で一番嫌いなんですけれども、それをやらなくてはいけなくて、しかも予算も準備も不足で、台車とかもなかったので、もう自力で運ぶしかなかったです。でも何はともあれ、友人の力を借りて
なんとか完売できたのは感動的でした。また出店したいのですが、一人では無理だなぁと痛感しました。一緒に何かやりたいって方がいらっしゃいましたら DM ください。オランダで仕事があるかなって不安に思うかもしれませんが、仕事はあります。なければ私のように作り出すことも可能だと思います。個人事業主ビザで勤めている方もいるので、そのあたりは割とどうにかなるのかなと思われます。そんでこのビデオのタイトルにもありましたが、2年経って残るか離れるか、私的には残る気満々です。5年いて永住権を取りたいなと思ってます。ただビザの結果次第というのが本当のところです。オランダではなくスペインやポルトガルなんかもノマドビザができて、ヨーロッパ移住のハードルが低くなっているような気がします。私もポルトガルとかスペインのビザを先に知っていたら、そっちの国に行っていたかもしれません。ただオランダに何かの縁があっているんだと思い、今はオランダで頑張っていこうと思ってます。住めばどこも都。引き続き東京ガールを応援していただければと思います。移住はしてみればどうにかなるというのが私のこの2年の感想です。それではまた次の動画で。バイバーイ。トゥイー。